うわやっぱ殺されちゃったよ<ー>よろしく頼むぞ三、二、一。さ始まりました。うん。ナレーション。うん。うん。うん。 うん、孫見たね。うん、ああ、ランコ。うん。まあ、出てきてあれだもんね。そっから大暴れというか、トントコトン巻き込んで。うん。<laughs> いや、これ、前回の大丈夫か今の店長はえ 赤い超新星またなんかガンダムから取ったような。ああ、これ、でかくないえ出所してきたってことはあれかランコと同じくらいなのかな年齢的にも。え <laughs> なんで終わったいや <laughs> いやいや、だったら下ろせよ。<laughs> 窓下ろせばいいじゃなん。 いや、やばそうだな、こいつも。<laughs> いやー、今回はあいつか。あいつがトントコトンというか、ランコにか、ちょっかい出してくるって感じになるんだろうね。ただ、あいつもやばいけど、前回のあのシープね、あそこを結局、まあ、壊滅させちゃって、しかも売上金も取っちゃってるわけじゃん。だから外からも中からも、 ええ、もう、発泡し下がりじゃん、とんとことん。え <laughs>、これどうすんのかな単独というか、このお店だけで、この今の巨大二つの、なんかね、グループみたいなのまこいつ含めて、全部打倒していく流れになるのかねランコさん中心に。ええー、最後どうやって終わらせる気なんだろうね もうこの秋葉原のてっぺん取るみたいな感じになるのかなランコさんは仇を取りつつ。ああてか今映ったね。赤いバット。だから、もうここに出てたんだ。何気にちょっと。いや、この和みもまたあれだよね。まあ、このみんなが大事になってきてってところで。 これから本格的にこの戦闘とかに参入してくるのかっていうのも、ま、見物だよね。さあ、来ました。ああ、メイドリアン。<laughs> 誰これ。あ,あ、あれか、この人が組長とかなのかうん、なんか先代みたいな。うん。で、学みっていうのかなうん、ビッグバン。 うん。月月月ちゃんあれなんかその名前聞いたことあんのうん。ああやっぱあれだ。やったことあるところ。うん。うん。あこれ出てきたあれ、お祝いみたいな感じか <laughs> いや、美味しそうなあれなのに。へへ。 すごい。どこがあれだろう方言だろううん。うん。おおいや、そんな口聞いたら、もう、狂犬みたい。やべえ <laughs> わー。あーなん。感覚があれなんだろうなその昔のさ、 うん、シャバ出てきたらなんかぬるい空気になっててみたいな感じなんだよ。ははは。あは出た。いや、名前出てきちゃった。やばいぞ。来るのかうん。あ,あ、何出てきたよみたいな。ああ知ってるんだねあはは、店長。いた。 おうん。おうん。いやーけどあれだね。こうやって話し合いの場持ってくれるんだね。もっとなんかとんでもないことになるかと思ったけど。うん。<laughs> 存続してね。おうん。落とし舞いか。ええー、話って。 話通じなさそうだよ。<laughs> やば。<laughs> もう逃げられないよ。ああいや、いるじゃん。来るのああ、来ちゃったよ。いや、これって何個がいて何かあるんじゃないなんかおとなしく帰るとか。ああ下でラーメン食っててそこに来んのいや、隣。 ああ、もともとここのラーメンやれなのか、常連なのかなうんああ。うん。基本そんな悪い人じゃないのかもね。うん、やっぱ来てたんだ。うん。いや、この大将、あれなんじゃない知ってんじゃねこの二人の。 いやいやいや、そんなあれだけど、あーこれがあれ今回のそのタイトルの、逆じゃないけど。うん。<laughs> いや、かっこいいな。<laughs> なんか筋が通ってそうで。うん、いや、すごい食べるね。えああ、なんか見られてんの トントコトン。うん。いや、この子もどうなるのかなあこの子系列なのじゃあ、いよいよやるんじゃないうーん。寝るら。いや、これやり合うぜ。 うーん、友達。いやー、これからどうなるうん。緊急会議みたいな感じかなあん、事情。<laughs> 無理だろ。うー <laughs> ああー尻尾切られたのか。 <laughs> あれ、そんなにあったんだね。ああ。あ、無理。うんえい、ー、や <laughs> いやいやいや。ゾ也ヤさんも。うーんああ、やっぱそこになるの。 もう実際の人がやっぱトップか。うーん。いやー、だからやっぱランコがやるんだろうな、これ。うーん。あー、戦えないあんた。いやー、だからナゴミも絶対これやりようになるよ。あー、店長。店長なりに。 頑張ってんのかな、うん、ああなごみうーんああねるらちゃんね、うん、姉妹えあっここなのうん 札 <laughs> 交換。うん。うん。へえ、そんななんのね。うん。ああ、じゃあこれでなんとか。うん。え、これそのうちさっきのあの、今からやる 超水星だっけうん。あれともなんか卵を結んだりしないかなうん。あら。うん。ああ、いたんだ。うん。ああこの人あれじゃね今のトップじゃない ケダモのランドロン。違ううん。いや、どうかないや、違うのか。うーん。うーん。うーん。 いやーなごみ。えなんだなんだうん。兄弟うん。やっぱり。いや、受けてくれるかなうーん。告白みたいだね。うん。 いや、なんか受けてくれそうな気がするぞ。あいける。うん、お姉ちゃんなのね。うーん。これなんでこっち側がもうお姉ちゃんって決定したんだろううん。いけいけ、どんどん。あ、ラーメン屋あ、これが <laughs> これがあれなの、ちぎりなの。逆付きというか。ここのラーメン屋こんな風に使われるんだ。<laughs> いや、音、あ <laughs> いる <laughs> もういや。ものすごいなんか感情がこもってないけどね。うん。あ、一本締め やるんだね <laughs>。ああ、交換してる。<laughs> 食べるんだ、最後に。ああ、ここでやったんじゃないランコも。なんからこんな感じだったのかもね。さあ、後半です。うーん、いよいよか。あ、 グループそう出てくんのかやばくないかうん。あ乗り気じゃない。うん。うーん。え、単独で来るかなうん。えたれ政治。<laughs> いや、それね <laughs> え。え えあは,はい,いえいや、いいのこれが、うんあ、侵略者、うん、これで動く気になんのかなみんな。やばこれさ、仲間から逆に狙われることになんないかね今の人。 うん。ああ、見てるんだ。うん。うん、うんまあ、そういうことになんの。うん。いやー、店長、いつもトラブルメーカーなんだけど、悪い人じゃないね。<laughs> それはあれじゃね <laughs> <laughs> もう、今褒めたとこなのうん。 いや、<laughs> 店長、もうやめなよ。もうほらー、ほらー、うーん、いや、そこもね、いやー、難しい。うん、だよね。 いやー、ネルラ。うん、デストロン。いやー、やっぱあれだよ。そうでで来るようん。この二人がなんとか協力して止められないかね。ネルラとナゴミで。 ああ、普通に話しかけてくれたよ。うん、無敵トンん敵。美味しそう。<laughs> んなんだわざとっぽいけど。うん。チラシえ、なんか意味ありそうだね。あ、なんか挟まってる。うーん 教えてくれたよ。言わなくても。うん。いやー、ありがてえ。うーん、いやー、けど、危ない橋渡らせちゃったんじゃないうん。でこすけ。 なんだ警察あ、警察のこと、デコスケって。うん。ってか、小田祐二みたいな格好してんな、この警察。うん。<laughs> いや、ほら、この格好。俺も狙ってんのかうん。 ああ、なかったんだね、前は。ああ、癒着もう最悪じゃん。警察もこんな、あれネルラ大丈夫かこんなことしてて。えああ、<laughs> なになにああ、ネズミ。 ああ、だからあれもネルラがやったんだ。うん、だから襲撃にならないように、ええいやーいや、お前の目は信用ならんなうーん。これネルラあれかなトントコトン来る うん。うわ、えこの写真はああ、もう目つけられちゃったのね。やばい。あ大将。うん。どっか潜ってんじゃないおあ、無事。え大将がかくまってんのか おうん。あ、教えてくれたいや、気をつけてね。もう逆にこの二人でバレないといいけどああ、いるよ。うん。こんな路地裏にいたんだ。あ、はあ、よかった、よかった。うん いやもう、とんとことん来い。え、最後え、なになにそれ貫くって。うわー来ちゃった。ああ、なごみ。あえやるのネルラ。う え、けじめって。ええー、ああ。うーん。いや、だから俺ここもね、なんか姉妹の杯みたいなのしてくれたらなとか思ったんだけど。で、ケダモノランドの上を、なんか一緒になんかね、やっつけるとか、やるの。 <お>うん。<laughs> やられそう、なんか。ああ、撃たれた。うん。自分でやるってか。うわあ。これさすがに殺さないよね。うーん。目の前で殺されたらやばくないうん。 ええー。まあ、その覚悟で行くんだもんね。やば。うん。<laughs> もう秋葉のメイドおかしいだろ。<laughs> うん。いや、これほんと死んじゃうかも。あ、これによってなごみが変わるかな。 うん。え、銃使うのなんだよ、バットで相手してよ。うわぁ撃たれた <laughs> うわやっぱ殺されちゃったよえーえー <laughs> <laughs> いやー向かって来いみたいなことなのかないやーこれ、なごみ戦うぞ、たぶん。いや、あんだけ打たれたらもう無理でしょう。えー、ええー、そんな。はあ。 出ないそれ返すのかえぇ、ー、ああ、そのままで。うーん。いやー、これどうすんのそんなこと言われちゃったけど。<laughs> いやいやいや、曲変わったんじゃねここ。また。 またある意味特殊エンディングじゃん。えー、僕、なごみはあれなのかなって。今のきっかけにさ。この後やっぱランコたちと一緒に戦うのかなと思ったけど。あんなお願いされちゃったらね。ああ。ええー、どうすんのこれもう。言うこと聞くかな。 そして、あっちの数相当テンポ数あるじゃん。とんとことん一つで、どう立ち回るのかなやっぱ上を狙うって方向になるのかなもう総力戦はまずいよね。あとあの、超新星だかなんだか、あの赤いバット持ってる人、あれはやっぱランコがやることになるのかな こうなると。で、ランコが、その姉妹の杯付きをね、交わした相手っていうのも、また気になるんだけどね。僕はその毛玉のランドラのトップの人なんじゃないって今思ってんだけどさ、そんなことはないのかなえー、次週かなりね、血生臭い展開になりそうなんですけど、えー、楽しみです。私どんな感じになるのかぜひ一緒にご覧ください。以上動画も送りしました。バイバイ。